に今握っているらっしゃるのがあれが上膨らむ風船の部分です。牛皮と言います。ナイロンとかポリエステルとかアイロンとか体重油なんであれだけコンパクトになります。重さ大体80kg かな。そのくらいあるんだから。この地球は小さいんですけど、普通の飛んでるのは1600m から1200までなんですよ。これが普通から、普通の地球の大きさです。あるけどロープがないからこっちを。これで止める。いやもうこっち。そうそうそう。後で触ってもらいますので、まずしばらくお待ちください。今からですね、バスケットの方に、のバーナーをセッティングします。今白い棒持ってる。これこの棒がなければ。バスケットとバーナーをワイヤーでつなぎます。Thank you.
ロンやってますね。で、あとはテコドーザ、ティックというメーカーですね。壁のアメリカとか、そういうところのメーカーをほとんど作ってます。ガスシリンダーを出せます。このガスシリンダ ー、 通常 の、 家で使ってるボンボンガス流しがボンボンの家なんですけど、実は自宅から全然使ってます、一本は通常のガスプロパンガスと同じようにそこに電圧でつけて使えるのがそこにあるのでそこまでの距離を使えるのでこは、鍋に草がずっと入ってるやつ液体だと燃やしたのに、上の方から押すと、下がって、火力が弱いんで、これがこの、液体、プロパンガスを吸い取って、それを処理して、とりあえず火をつけてます。火力が低いから、まだ、火体が2メーターとか3メーターぐらいで、それぐらいないと、風船の中の空気を温められない。まあ、どのくらい温めるかというと、大体外気温の差が80度以上ないと出来上がりません。ですので、まだ30度があるところで、これだけだと110度、120度になるでしょ。だから、そうなってくると、今度はナイロンの布とか、プレステの布とか溶けちゃうんで、夏場はしょうがないという。5.5 馬力のやつ、大きいやつがついてます。ちょっと風を出してみます。どのくらいの風が出るかっていうのをお願いします。
すごい画面。はい。ただバーナーチェックします。オプションとか出ます。はい、バーナーチェックします。それで、空気を温めて力をつけて飛ぶと。だいたい競技で出てるやつがだいたい700キロぐらいの力があります。700キロのものを持ち上げる力があります。これは小さいんでだいたい400キロぐらいの力がありますので、それに合わせて人間の定員とかそういうのをこう考えて飛び立つ。あくまでもこの球肥の重さもカウントしますからね。ガスの重さも人間が乗るパイロットの重さも全部加味して全てで700キロ、これは400キロぐらいの浮力があります。ですのでパイロットを飛ぶ時には外気温が何度なんでどのくらいまで高さが上がりたいと、1000メートルまで上がりたいとかすれば計算してですね、今日は何百キロまでの浮力が出るということを計算して、それによって今日は2人までしか乗れないよとか、そういうふうなことでやってます。結構頭を使ってます。簡単に飛んでるわけではございません。で、佐賀の方でなんでこれだけバルーンが流行ったかというとですね、北海道なんか広くて飛び出たのもという方がいらっしゃいますけれども、広すぎて個人所有の土地が多いんですよ。だから入るにも無駄賃金になっちゃうんで、田中とかですね、田んぼとか草原とかで牧場とかそういうところは入れないんで、なかなか迎えに行けない、降りれない、だから飛べない、そういうふうな形になります。佐賀はご覧の方、佐賀の人は知ってあると思うんですけど、5万円目のように田中に田んぼに道があるんですよ。ですから道があればそこにピンポイントで降りればどこでも行けるんですよね。だから飛びやすい。それと佐賀は山と海があります。その平野がですから風がいろんな風が吹くんですよね、高さによって。今日も北の方は北風が吹いていたんですけど、いや北に行く南風が吹いていたんですけども、300メートルから上がれば北西の方に流れる風で、その、ま、もう一つ上500、600の場合は東に行く風なんです。だからそれを利用しての競技を今日はやってました。朝最終的にここから飛んで、北川沿いが最終ゴールです。で、途中でこっちの牛津とかそこら辺でゴールを何個かやって、ここに出るんで、いろんな風が吹くということで、これも日本で探しても飛ぶのない場所ですね、佐賀は。ですから結構、だいたい、佐賀の土日、祭日の練習やってるんですけど、だいたい30機から多い時は40機ぐらい飛んでます。通常ですね。で、日本のバルーン大会あちこちで合ってるんですけど、通常合ってるところはだいたい多く集まったなって言って40キロとか30キロ差が毎週飛んでるよという感じでなってます。ですので結構差がは多いということですね。はい、ただ今からですね、球肥をこうつないでこれを引っ張り出します。引っ張り出して広げるとき、すみませんけどお手伝いをお願いします。そのとき触ってもらっていいですか。それまでちょっとそのまま待っておいてください。それとこれ進むこの着席をすみません、ちょっと上げてもらって、こっちのドーンと下の方に移します。上がりちょっとやってみてください。はい。行きます。戻しますよ。今倒します。皆様方にお伝えできるのは午後3時頃とやっています。それでも午後の競技は
さん、来てもらわねえよ。ガンさんがやかましもらってもらってはい、こっちで置いてくる。話せるの話せるあれ、プリンを下ろす前にみんな、こうやって入るとか。はい、じゃあ皆さんで引っ張っていきましょう。皆さん、すいません、もうちょっと川側の方、ちょっと広い側まで行くので、どっち側の方そのままで行くので、川側の方でまっすぐ行きまして、広げる方を手伝ってください。じゃあ、引っ張ってみましょう。広げるのを、広げるのを伸ばしてもらいます。あの広げるのを手伝ってもらいます。髪を外して、バンド外して、さっき言いましたように、これ一番小さい球で、これだけ長いです。はい、ただパイロットとクルーの言うこと聞いて、あの薄いんで肩にやめるんですね。言うことを聞いて指導に従って広げてください。広げていきましょう。それ以上は広がらないんで、はい、手を離してください。あまり川の方に引っ張りすぎです。はい、結構大きいでしょ。これを今からですね、先ほどもう使った扇風機で空気を入れていきます。ここのトイレの場の方面に行く方は分かれると思うんですけど、一番トップペンが一番上、雨が降っていきます。あれが空気連携のためのあれにパラシュートを今から中に入ります。
はい、ブースマイクが始まりました。
耐熱用のあれですか？いや普通のナイロンです。ナイロンの生地、あの耐熱用は一番下のあの黒いところです。ノーメックスって言ってレーシングカーとかのパイロットが着る洋服ですね。あの布です。ですから普通のナイロンは別に強くないですか？だいたいですね130度ぐらいまで耐熱があるんです。はい、それは製品上そういう風になってますね。はいはい、だからそれ以上ならないように飛ばないといけない。すごいね、もう。
暑いの。行く人もいます。やっぱこっちの方がこっちの方がいい。気球を持っていくのがですね、可能ではあるんですけど、やっぱ航空機運賃高いです。それとガスは持っていけない、ガスシリンダーは持っていけない。ですから、今年海外人物ですよね、十何人物とその分の気球とか気球はほとんどこっちで言う一切ガス持ってこれないんで、中身が20キロですけども、側合わせたら35キロ。はい。高いですよね、これ。上の膨らんでる部分ももっ